私、うん、こんばんは。ゲルバール・リシャット・アンサンブルでございます。みんな声がおかしい。みんな今日声の話で。ようやく、ちょっと久しぶりになっちゃいましたけど、カシーナまたやることができまして、そんな顔でまっすぐ見るのやめてもらっていいですか。ちゃんと見てんだろ。今日はちょっと異色の取り合わせでお送りしております。生楽器持ってってみよう。楽器持ってってないし。ドライバーがどんどん落ちていく。全部ハマケンのせいだ。うちが一番混沌としちゃってる。じゃあちょっとお話。混沌としている。まだやってんすか。すいません。あ、どう全然。くんちゃん、はいはい、くんちゃん、はいはい、ちょっと顔出しましょう。変なの会話室の子みたい。え、寄ってからやの、ね、席空いてるのか。寄っててください。Oh, God.
ございます。今の曲はあのフェデリコ・ガルシア・ロルカのバルラックっていう曲なんですけど、そう、チラシを配りしたバルラッカっていうのを今やっていて、これスペインのガルシア・ロルカという詩人である劇作家が最晩年移動式劇場としてスペイン中を回っていた、その劇団の名前がラ・バルラッカ、バラックですね、ボロ小屋という意味で、彼が1930年ぐらいから始めて、最後1936年彼はあの、まあ、当時のファシストたちに、まあ、銃殺される、オリーブ畑で殺されて、まあ、どこに遺体があるんだかわからないっていう、そういう人はあの時代多い。でそのじゃあガルシア・ロルカの死から曲を作ったので、死んだ子供のガセーラ、短い詩を一つ。水星、シリウスの中に子供たちがいる。
山々教えてもらったって、なんか長いタイトルですね。まあ、昨夜奇妙な夢を見たっていうんですけど、それが、まあ、ピート・シーガーとか、ジョン・デンバーとか、サイモン・ガファンクルとか、いろんな人が歌ってます。僕知らなかったんですけど、初めてその時アリシアが日本語と英語で歌っていて、でその詩を聞いた時に、奇妙な夢って歌われてるその夢の世界が実は日本では実現し現実としてあるっていう、それが日本国憲法だと僕は思いました。本当に戦争が終わった時、うちの親たちもそうですけど、もうこれで戦争しなくて済むっていう保証が憲法でできたという、それをアメリカの人が作りましたね。なんか、まあ、読めないんだよ。江戸マーちょっと作曲者忘れましたね。あのキングストントリオとかなんか、ね、歌で言うんですよね、これね、どん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 みんなが歌っていけばいいんだなーという。No, no, no.
落としてください。世界が戦争をやめる3年してからかな、なんか渋谷で一緒になんかやった時に浜県の、なんだろうね、あのいつもと違う、俺は追放されてもういなくなるんだみたいな風にして街を去ったところを見て、うわ追放されたって思って、渋谷に追放されたって感じがしてね。その時作った曲です。シャボでねタバコの湿気の夜で揺れるねねじれた女ちっぽけなスポットライトなブルースをまた取り逃がす夜隣のやつが急にあれこれやかしくなった街にはやがて本物の弾丸が飛び交う時代か場所を選ぶのか風が人を運ぶのか土砂降りの Yeah.
ベッドで口笛吹く嘘つき女、広い肌がうめく時の奏でる嘘が、ベッドの砂漠へ騙そうが騙されようが、チェスは今夜も続く、濡れたシーツは砂の墓に、そうございました。最後の曲です。
と今日のレッジャスティスさんの永井和子さんの詩の数々を聞けて本当良かったと思います、永井和子さんを知ったのも沖縄でした。また今年も沖縄でライブをやらせていただくことになりまして、10月の7、8、10と 3days、平和記念公園の中の記念堂というところと、あとアルテホールという首里の方で、アルテ崎山という、また首里の小さなライブハウスでやります。それはまたアリシア・ベイローレとも一緒で回ってきますので、そうアリシアとはそうさっきのバルラッカっていうやつで、10月の1日に原爆のズマルク美術館という埼玉にある美術館でまた一緒にやらせていただきます。で沖縄は初めてだったんですけどね、やっぱ月がすごい強いところ で、で彼らはなんていうかな、旧暦で生きているので月と共に生きているっていう感じで、もうさすがに月の威力はすごくて、でまあ、いろんなところを、まあ、戦争の傷跡から今戦っている辺野古とか、高湯とかを回ったんですけど、でもその根底には島が持っている、なんて言うんでしょう、神話というのか、自然と一緒に生きている息遣い、そこには死者たちも一緒に暮らしているという印象があって、帰ってきて、まあ、曲を作ろうとした時にやっぱりちょっと今問題になっているところとかもあったんですけど、やっぱりその命のざわめきというんですかね、沖縄の人たちに改めて教えてもらった命の楽しさというか、なんかそういうものを思って作ってみました。そう、月が満月が出て海が泣いた時に光の道が、月の道と呼ばれる道がさーっとできるんですけど、そうすると各集落の女性たちは全裸になって海に飛び込んでいく。そうするとヤドカリとかでかいやつがガシャリャー、海の生き物たちがざわめくっていう。で、まあもちろん男はもう悲しい生き物なのでそこには参加できないんですけど、でこの話をしたらね、ハワイの人がお客さんでいて、ハワイも一緒だっていうふうに言ってました。でなんでその時入るか知ってるって言われて、それわからないって言ったら、子供を産むために出産で海に、それを女たちが囲んで手助けする。で、ヤドカリたちがガーッていく時も、ヤドカリたちも卵を産む。卵を産む、まあ、産んでいるという。もう、命がざわ、もうまさにざわめくっていうか、もう本当に神秘な世界なんですけど。で、そんなところから作りました。まだ唯一、沖縄でこの曲やってないので、どんな風に受けてもらえるかちょっと不安な。月の道、E
さ鳥やまんじゃかくさ赤くはまんじゃかくさ海の孫一人の海で道がひかりの道の
改めて今日の出演者を紹介したいと思います。久喜からいらっしゃってました。ジャスティス。ジャスティス。横浜から我らがアマケン。アマケン。ゲルブでお送りいたしました。どうもありがとうございました。